お待たせいたしました。それではここで歌手の発表のためにビデオインタビューを行いたいと思います。それではまず石化プレゼンツ MVP 賞の発表です。本日の MVP はこの男、背番号22フォワード池田。
センターバック菊池が怪我して、園井が怪我して、で多分ここにいる皆さんは心配していたんだろうと思いますけども、でもう心配しないでください。ディフェンダー陣、セリフの守り、そして攻撃でみんな素晴らしい夜を迎えていると思います。さあ、たくさん集まってくれたサポーターに小林選手から一言メッセージ届けてもらって締めとしたいんですが、今日は忙しい中来てくれてありがとうございました。また水曜日に爆発戦があるので、できれば友達をもう少し連れて、忙しい方は思いますけども、みんな誘ってまたスタジオにしてください。よろしくお願いします。それではガールズクエスチョンに輝いたこの男、でっかいコールでロブロゼイナンバー4ディフェンダーティルワキセカンドスバーサス関東レコード2対0でセカンドスが勝利を収めました。さあ、それでは現在ゲートの方、そして虹の橋付近がかなり混んでいると思います。気持ちに余裕を持って虹についていただきたいと思います。そしてご協力できるのであれば、どうかこの後クエンサポーターの協力をお願いしたいと思います。この後クエンサポーターの協力をお願いします。